爆弾が爆発してライモンイレブンはこのバスごと消し飛ぶ。規模でかすぎやろお前。収容メイドかわいい。急にあいつさ、見た目の割に相当エグいことしとるな。全然帝国のが何倍もエグい。爆発ライモンイレブンはこのバスごと消し俺汚い花火になるとかやった。動けないバスだと必要ないピッバゴーン。すごすぎるやろこれ。これ古川も一緒に乗っとったんかな。もしかしてさよならさよなら総帥みたいな感じで死ぬつもりやったからこいつも。そして帝国学院が勇者やる人ないやろ。どうしたそら軌道もびっくりやろな。まだ軌道そういうこと言うてみたいな。どうせ鉄骨落ちてくるとかその変なやろとか思ったらめっちゃすごいやん。ゲームはこんなんやったっけ。さよなら総帥じゃん。これが今回の作戦だったのですよ。てんでんでんびっくり。いやいや、そんな言われましたもん。いやもう、誰か録音したのか？これ突き出そうぜ、マジで。なんだって？ゴリラ、お前！ゴリラセリフあったこれ。ええー、ゴリラ喋ったんやけど。ええー、ゴリラがメインストーリーに絡み出したんやけど。やばい。マジでこれ。これゴリラが撮ってなかったらこれどうだったんだこれ。アナザーストーリー言ったじゃんこれ。なあ、マジゴリエンジやん。もうゴーエンジが後ろにいてゴリエンジが前に来とる。もう冬川先生、あんた俺たちを吹っ飛ばすつもりだったのか。なんてことだ。いや、すっごい昨日当たり前みたいに流すな。ゴリラが喋っとやぞ。喋るゴリラなんてお前動物で売り飛ばせ。お前めっちゃ高値で売れるぞこれで。新しい選手補強するやん、その金でな。お前バルセロナみたいな感じじゃん、お前メッシ言ってな。ふか先生、あなたはそれでも教師なんですか。いや、教師とかレベルじゃない。人間なんですから、これはもう完全に。お前ら人間じゃねえの、時間や、これは。マジ高速移動よ、たけし。ふか先生、あなたは、だってもう、ゴーエンジの方がゴリエンジみたいなこと言うよ、ゴーエンジの方がゴリエンジみたいなこと言うしな。もう逆やもん、セリフが。最後の最後になんかちょろってなんか挟むみたいなね。あんたまさか、帝国のスパイだったのか。ふん、気づかなければ一瞬で楽になれたもの。じゃあ俺たちどうなのこの後。あなたたち後悔することになりますよ。どもくん、あなたもただでは済まされないですよ。うう、逃げたわ遠藤くん、早く追いかけなきゃ。確かに頑張れ、おかえろ遠藤さん。俺話し合うならどうも今風花先生追いかけよう。でも今のところ全然どうも悪いやつじゃないけどね。おそらくやつは正門から逃げるつもりだ。ほらやつを追えよ。俺たちも行こう正門で風花先生を取り押さえる。大人がいっちゃんごめんやけど。